はい、こんにちは。パーカッション高見です。今回、スレイベルをドラムのキックペダルを使って鳴らす方法っていうのを紹介していきます。というのもですね、つい先日このスレイベルのいろいろな演奏方法の解説動画っていうのを上げたばっかりなんですけれども、あれを上げた後に、さらにですね、もっとライブとかで実用的、実践的に使えそうな方法っていうのを思いつきましたので、これを今回シェアしていきたいと思います。はい、結論から言うとこんな感じでございます。ドラムのキックペダルと、アタッチメントを駆使してですね、このスレイベルが浮くようにセッティング、ホールドしてあげて、ちょっと柔らかめのビーターがいいと思うんですけども、これが、こう、ちょうどヒットするようにして、こう、シャンシャン、鳴るようにしてあげると。はい、必要な機材としてはこんな感じです。まずは当然スレイベルと、次にこれはですね、まあ、アタッチメントなんですけども、シンバルのブームのスタンド、なんかを生やすときに使う、アタッチメントですね。今回僕パールさんのものを使っていますが、まあ、どこのメーカーのものでもいいと思います。で、続きましてこれはですね、キックペダルでカウベルとかを、つけるアタッチメントですね。これもパールさんのものですね。で、あとはキックペダルと。で、ビーターは、まあ、柔らかければ柔らかいほどいいと思うんですけれども、今回これ僕は花本用に自作したゴム製のビーターなんですけれども、まあ、市販のものでも、例えばタマさんのあのスポンジの消音ビーターなんかありますよね。ああいう感じのものがいいんじゃないかと思います。はい、で、このキックペダルのビーターがちょうど当たる位置に、このスレイベルが来るようにしてあげればいいんですけれども、これ普通の向きだとですね、ちょっとビーターに対して近すぎるので、これは逆にします。逆向きにして、シンバルスタンドのアタッチメントの、シンバルスタンドが入る方をですね、このアタッチメントと合体させて、まあ、こういう感じですね。で、こっちがホールドできる部分にすると、はい、で、この取っ手の部分をここにホールドするわけなんですけれども、結構なこれ力がかかりますので、この取っ手の部分ちょっと傷ついちゃいますので、この傷つくのが嫌な人ですね、何か滑り止めのゴムなどを巻くと良いでしょう。はい、こんな感じです。ポイントとしてはですね、この取っ手のなるべく端の方をホールドしてあげると、適度にですね、このスレイベルが揺れて、いい感じにシャンシャンとなってくれます。はい、で、くっつけるとこんな感じですね。まだちょっとこのビーターと当たる部分が合ってないので、これはですね、あとはいろいろ調整します。このビーターの位置も変えられると思うので、少しずらして。はい。このようにちょうどヒットして鳴るようにできたら完成です。はい、ちなみに前回紹介したスレイベルの取っ手の部分をこう足で踏んで鳴らす方法。この方法っていうのはですね、こう速いテンポで鳴らすのがとても難しかったんですけれども、ペダルを使うと、まあ、結構速いテンポでもこう毎回コンスタントにですね、一定の音色で鳴らせるので、すごいやりやすいです。で、ペダルを使うデメリットとしては、今僕これ、ゴムのビーターを使っているので、まあどうしてもですね、こう、アタックのゴムの音っていうのが、トントンっていう、音も同時になってしまうと。まあこれバンドの中だったらですね、そんなに気にならないと思うんですけれども、これもうちょっとマイルドにしたいという場合は、ここをスポンジに変えたり、例えば、まあ靴下で柔らかくしたり、してみるといいと思います。ちなみにロングサイズのスレイベルをつけてみますと、ちょっとこう鈴がですね、揺れすぎちゃって、あんまりいい感じにシャンシャンシャンと鳴ってくれないんですね。なので、もしこの奏法をやるとしたら、こういったショートサイズのスレイベルを使うのがいいんじゃないかと思います。はい、では実際の演奏の中でどういう風に使うのかっていうのを見てみてください。
はい、というわけで今回はスレイベルをキックペダルを使って鳴らす方法でした。スレイベルシャンシャン鳴らしながら両手で他のことを演奏したいという場合は取り入れてみてはいかがでしょうか。はい、こんな感じでこのチャンネルは現役パーカッショニストの手の内を惜しげもなく見せておりますので、ぜひチャンネル登録して活用してください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。